スタジオリバーサイド。はい、こんにちは、竹下敦です。皆さん、家庭のゴミ箱の容積ってどのように決めてらっしゃいますか。私は先日、某有名100円ショップでですね、アヒルちゃんの絵がついた約45リッターのね、袋にちょうどいい大きさのゴミ箱を買ったんです。で、今一人で生活しているので、もう45リッターで十分だろうと思ったんですが、これがね、あっという間にいっぱいになるんですよ。で、うちの方のこの世田谷区、多摩堤の地域では、月曜日と木曜日に燃えるゴミを収集していただけるんですね。で、ゴミ袋を、大体どこの家庭でも45リッター使われていると思うんですが、あっという間に45リッターいっぱいになっちゃうんです。で、友人にね、その話をしまして、どうしてる？ゴミ箱を選ぶときって話をしましたら、もう奥さん任せであると。まあ大体どこの家庭もね、女性の方はそういったことを考えるのは上手だと思うんですが、私も今まではね、ずっと奥さん任せだったんですが、今はまあ諸事情ありまして一人で暮らしておりまして、まあそういったね、容積に対するね、概念がすごく正しくないことに気がつきました。いろいろね、そういうことはね、失ってみて初めて気がつくことはたくさんあると思います。皆さん、ゴミ箱大きさ決めるときどのように決めてるでしょうか。もしね、何かいいアイデアなどありましたら、コメント欄の方に書いていただければ幸いかと思います。それでは竹下敦でした。